ここは絶対来た方がいい。これあれだっけ、ストライクガンダムだっけ。あ、そうだね、ストライクだね、うん、さあガンダム、あ、ジオラマとかもあんだ。これは一年戦争。あ、これ BB か、これ BB だね。 BB ですね。これさっきあの、これが買ったやつじゃないですか。いや違うよ。あ、違いますね。うん、あれあれ、げっちゃんがさっき買ったの元祖。あ、元祖か、元祖、元祖版のやつ。これ BB だよ。あ、そうかそうか、そうか、うん、あ、キャラは一緒ですよね。うん、こっちはナイト系の BB だね。そうですね、ナイト系ちょっと大きいんですね。大きいね。大きいっていうか、さっきのキュープラも、あの、さっき買ったプラモと同じですね。うん、あー、これソロモンかな。ビグザムのちょっと怖さをみんなに伝えたい。うわビグザム怖え。サイズ感で言ったら、でも50メートルぐらいある。そうです、そんなもの。20、50、いや、もっとある。直立したらね、すごい、このあの上にドズルが立つんだよ。あの上に立つんだっけ。やられはせんぞ、やらせはせんぞ。絶対見えないよね。後ろにジャンプです。あ、これ限定のマスターグレードのやつだ。クリアパーツが付いてるやつ、これね。 SD だね。SD いいよね、作りやすいしね、かっこかわいいし。ゴッドマルありますね、うん、これ人気なんだよな、ゴッドマル。すげえ、ガンプラの進化をその目で確認。なるほど、こう進化してったぞっていう過程が。リアルグレード、リアルグレード、うん、すっごいよ。あの、老眼となった俺にはもう今とてもじゃないけど作れないプラモで、しかも144分の1、だからパーツが細かい細かい。要は144分の1サイズのマスターグレードみたいなもん。そう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 、確か、うん、もう見えない見えない。RG はでもかっこいいよ。この辺 RG のゼータなんですよね、きっと。うん、おもちゃあんじゃん。あ、これあれじゃん、長野で見て俺が初めて見たって言ったやつだ。 G アーマーが入ってないバージョンの合体セットバッグ。これ、はい、うん、初めて見た。そう、俺さ、このボックスアートバージョンの探してんだけど、うん、これ欲しかったんだな、これも。まあ、欲しくなるよね、子供だったらね。おもちゃ屋のこの一番上にホコリかぶって置いてあるやつ、大人やったら買おうと。大人やったら買わないですよ。大人の今は欲しくないですか。今は売ってないですよ。あ、売ってない。当時1万9000円ぐらい売ってたのが今3万円超えてる。ああ。ちょっとそんな高いんだ。ちょいんちょいん、回収症があるんだ。すげえ光ってるよ。音がかっこいいんだよ。そうそう、かっこいい、かっこいい。効果音がやばい。今までになかった効果音がかっこいい、うん、やばいよね。ていうか俺このおもちゃ欲しいんだけど、この赤電話。これ良くない、うん、それいいね、うん、貯金箱になるんですよ、うんうん、なんかね、電話のおもちゃ好きみたい。気づいたんだけど自分で。なんかよくわかんないけど、電話のおもちゃ好きみたい。うん、反論のしようがない。なんかね、俺なんか言われてみればこんなようなおもちゃあったけど。あったよ。なんか電話のおもちゃ見つけたら教えて。あ、わかりました。うん、なんか好きみたいだから。マイステッチってこれ本当に縫えるんですよ、うん、私は。へえ。これあの、いろいろバージョンがあって、俺らの世代のバージョンもあるはずです。あ、松田聖子と
や、この辺のおもちゃっていいよね。俺好きでさ。実際に使える、ね、使える系の、うん、あ、こういうのも好き。扇風機これいいよね、聖子ちゃんの扇風機。あ、これミラー電話とか、これ見つけたら教えて。これ多分欲しいから、うん、これあります。どれあるの？僕の赤いのやつ。これ何？あ、プチモニ？あ、プチモニのやつじゃなくて、この赤色の、うん、赤色の歌いも歌えるんだったかな、うん、なんだっけな、音楽流れてこれでマイクみたいになって歌えるんですよ。へえ、電子音なんでカラオケには全然。これは持ってました。うーん、結構ね、曲はいっぱい入ってんの？何曲入ってたかな、でも 10曲も入ってる。フルアルバムじゃん、10曲入ってたら。もうもはやもはやもうゲッちゃんのファーストアルバム完成じゃんですねあ、モンチッチね。うん、モンチッチ。あ、リカちゃんね。はい、あ、リカちゃんのスクーター時代感じてかっこいいな、これ。スクーター欲しいですねこれいいよね。しかもこれトライクじゃない？トライクだよね。トライクだこれ。やっぱりメーカーにとらわれてる。うん、ね、いろんな、そうだね、バービー待ってる、うん、あ、そっか、スターウォーズディズニーならここなんだ。そう、今ディズニーだもんね。なんでここのコーナーにあったの、うん、そう、お、ベイマックスだ、うん、あ、これいいじゃん、アンパンマンの電話。うん、もうなんかね、電話のおもちゃが好きみたいで。好きですね。知ってた？食いつきがすごいです。ああ、なんか知ってた。なんかリンプしてない？ご存知ならよかったです。ななみちゃんってなんだろうこれ。2004年のなんか。うん、この辺はしんちゃん、まあ、ドラえもん。すごいね、ドラえもんの頭に歯ブラシ入っちゃってるんだよね。ああ、ありますね、うん、ドラえもんで頭に歯ブラシさ、あの生やさして、さらに自分もね、歯磨いてんの、うん、すごいよね、本気だよね。うわ、この馬車すごい良くない？キャンディーキャンディーなのかな？キャンディーキャンディーじゃないの？俺ね、なんか馬車のおもちゃが好きみたいでなんか四角くて丸い回るものがついてないんじゃないの？あ、ありがとうございます。これですか？これは何電話ですか？これは、はい、魔法少女ララベル。あ、いい、魔法の電話だ。魔法の電話ですよ。これじゃあかけるとなんか魔法になる、何魔法になるって。魔法になるかけると魔法になるってな。ララの魔法の存在、あの、存在されるんですよ。あ、そうなんだ。これいいですね。これ欲しいかもしれないですね。助かりました、本当ありがとうございます、うん、ないかなって感じなんだと、うん、助かりました。あ、ゲッちゃん、魔法のマイクありましたよ。魔法のマイクありました。あー、カードキャプターさくらも右。あ、俺金魚注意報大好きだったな、めっちゃ見てた、ギョピちゃん、うん、面白いんだよこのアニメ。魔法少女、あー、メルモちゃんも見てたな、俺これめっちゃ見てた。なんか俺らの世代ってさ、結構その女の子のアニメも普通に見てなかった？まあまあ見られるようになってた年で、ね、見てたよね、うん、なんか男アニメだけじゃなくて女の子のアニメ見るのは軟弱だったって見えなかったっすね。あ、本当？見てないわけじゃないですか。世代の違いかな。なんか結局面白きゃ見るみたいな感じでさ、あんまりなんか気にせず見てたな。それこそさ、朝のさ、俺らの世代ってさ、戦隊ものと女の子向けの変身、うん、あの、うん、ね、やってたじゃん。ああ、そうそう、だから中華のパイネーマーとかもそうだし、こういうのやってたじゃん。でもう連続で見てたよね、ポアトリンとかね。もうそれこそだからなんか逆に言うと女の子も戦隊もの見てたよね、うん、
そうそう、続きでやってたんですよ、うん、今ってどうなんだろう。だってライダー戦隊になっちゃってるじゃん。あ、でもプリキュアがその前にあるよ、今どこかな今ね、戦隊ものがあってライダーがあってそれであのプリキュアじゃないですか、うん、あとが一番最後はプリキュアか、うん、そう、プリキュアが一番最後です。あの女はまだそんな寝てるんで、うん、まだ寝てるんだ。大人だからね、うん、女の子のがちょっと大人早いからね、大人化するのがちょっと寝ちゃってんだね、うん、男はもう7時半からこうパッと起きて、俺なんかもう朝の5時に起きて、はい、あのなんか医学番組見てたよなんか朝から手術する番組があったのよ、はいはいはい、でその手術番組見た後にファミッコ大作戦が始まって、はい、本当その昭和やね昭和の昭和の日曜日あと野球教室がやったり、うん、あとおはようゲートボール、はい、その世代なんで、はい、日曜日早起きして、はい、よっしゃ洗濯物見るぞって見てたら、うん、見ようと思ったらゴルフがやってたっていう。あ、ゴルフね、はいはいはい、あれ一日気が悪かったですね、はいはいはい、ゴルフ嫌いだと思うんですよ。ゴルフならいいじゃないですか。僕らの世代あれですかね、おじいちゃんがゲートボールやってるんですよ30分間ちょっと敬老せずに、うん、なかなかな番組だったよね、おはようゲートボールってね。でもそのゲートボール元気なのか何なのか知んないけど PC エンジンでゲートボールのゲーム出たからね、うん、あれローンチだよね、最初だよね確かね、うん、それさ絶対テレ東だよね。この辺さすごいいいね、キラキラしてて。歴代変身コンパ、うん、セーラームーン、うん、わこれ家に並べたいなセーラームーンは絶対女の家に行くとあるんじゃない、うん、やっぱなんかやっぱり女性を引きつける何かがあるんだろう ね、このアニメにはね、うん、ほんと好きだもんね。セーラームーンの詰まってるもんな、うん、俺の世代だと思う。セーラームーンすごいね、これコルセットである。どうなんだろう、ね、なんかそれっぽいよね、この髪含めて、そうなんかこの城みたいなありそうだよ ね、すげえ、いくらぐらいする、あの家持ってたらヒーローだろうな。ヒーローではないよ。ああ、そうか。ヒロインか。ヒロイン、うん、ああ、これ内惑星戦士と外惑星戦士で分かれてるんですよ。うん。すっごい一人さ。ん？一人すっごい影にいるんだけど。セラサターンですか。ああ、そうなんだ。なんかすっごい。なんかでもなんか リアルに身長さ合ってないこの子はチビウサと同じぐらいの大きさなんですよ。なんで知ってるんだ俺チビウサどこだ、チビウサは、あ、これじゃない、この子じゃない、チビウサ違 う、 そ う、 そ う、 そう、ね、かわいいな、うん、かわいいな、うん、かっこいいよね、セイントセイヤに通じるものがあるすごい、あそこさ、ドレッシングルーム、ドレッサールーム、あーね、うん、あと多分幸せの鐘があるあそこに鳴らしたんだろうな子供の頃きっと。あれ男物のおもちゃと違って、うん、敵の人形ってないんですね。ああ、そういうことか。いや、パッと見てるんですけど、ね、戦わせないから、うん、まあ、やっぱ着替えさせたりとかなんだろうね、変身させたりとか、戦わせないからね、たまごっち強烈な敵とか、でもなんかおかまのやつ見たじゃん、全然なんか覚えてない。たまごっちの最初って1996なんだ。たまごっちって結局俺買えなかったな当時。たまごっちで学校行ってる間親に預けるんですよね、で世話しといてって言って、絶対世話しないんですよ死んでるそれが悲しい、悲しい過去、一悶着あるんですけど大人だって今思いますそんなことやってる場合じゃない忙しいんだ、またたまごっちやっといてはちょっとあれだな、たまごっちやっといて
ダウンウンチしてましといてよって。なんかプリキュアで朝の番組でプリキュア見てて、なんかね肉球、犬の肉球タッチして変身してたの。すごいなと思って今、うん、すごいなって。いやそれだけなんだけど、うん、もう話続かなかった。あ、この辺ね、うん、皆様こんにちは。本日はおもちゃの街バンダイミュージアムにようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。まもなく閉館のお時間となります。この卵かわいい。お帰りの際はお忘れ物のないようにお気をつけください。これ何のおもちゃだ。それでは県警一同皆様のまたのお越しを心よりお待ちしております。ということで、ありがとうございました。ギリギリまで行っても迷惑になっちゃうと思うので、まもなくこの辺で、閉館のお時間となります。お帰りの際はお忘れ物のないようにお気をつけください。じゃあ、それでは県警一同、皆様のまたのお越しを心よりお待ちしております。帰ります。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。